はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノイスです。今日なんですけども、はい、ホワイトと、ナイキエアジョーダン5のコラボ、ハイヤーレッドなんですけども、はい、続報出てきていると。そうですね。いうことで、はい、こちらの方をちょっとやっていきたいなと思っております。あとですね、オフホワイトとナイキエアズームテンポですね。はい。テンポネクストですかね。あ、そうですね。はい。こちらの方も続報出てきているということで、はい、やっていきたいなと思います。あとですね、はい、ちょっと僕、この間、エアホースのウィート、買ったんですけども、はい、その後、新たな情報として、SB ダンクローでも出るんじゃないかと。ちょっとこれ欲しいですよね。ねえ、はい。もう買っちゃったんでどうしようかなって気がするんですけど。いや、多分買うでしょ。多分買うでしょ。まあ、このあたりもちょっとやっていきたいなと思います。はい、あと、なんか小ネタがあるんですか？そうですね。ちょっとトラビス・スコットの方で小ネタがあるので、はい。はいはい、このチャンネルではスニーカーや発祥に関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みてない方はこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、早速なんですけども、はい、出てきましたね。そうですね、はい、はい、まあ、ナイキからですね、オフファイドとエアジョーダン5の、まあ、公式写真が出てきまして、はい、言ってるんですけど、はい、まあ、10月24日に発売されるんじゃないかって言ってるので、まあ、このタイミングでね、公式写真もやっぱ出てきたなっていうことですよね。っていうことは、まあ、スニーカーズにも出てくるだろうなと。そうですね。いう感じですよね。はい、で、まあ、今日時点で、まあ、海外のスニーカーズとかも一応チェックしてみたんですけど、はい、まだ来てはなかったです。来てはないですよね。はい。はい、おそらくなんですけど、抽選になるんじゃないですかね。そうですね。はい。まあ、今回ね、この公式写真で分かったことは、はい、まあ、一つだけ知らなかったところがあったんですけど、はい、デフォルトで使われてるホワイトのような、まあ、気なりのシューレースがあったんですけど、はい、それ以外にレッドとブラックがあるんだなってことは知ったぐらいですかね。はいはいはい。はい、まあ、他に関してはね、まあ、基本的にね、持ってる方のところを見まくったんで、そうですね。まあ、大体分かってるんですけど、まあ、あと、まあ、まあ、集団の部分がね、ちゃんとリフレクトになってるっていうことで、はい、まあ、前回発売されました、エアジョーダンファルとオフホワイトの、まあ、メタリックあったじゃないですか。はい、まあ、あれのね、まあ、今回セールバージョンといいますか、はい、っていうことですよね。はい、まあ、これもともとね、今年の2月の、NBA のオールスターシーズン中にですね、まあ、こういうの出るんじゃないかっていう話をしてからですね、はい、やった8ヶ月ぐらいですかね。もうそんなに出てます。はい、まあ、10月24日の発売はまだ正式に決まったわけじゃないんですけど、はい、まあ、おそらく限りなく近く可能性が高いなと思うんですけど、はい、まあ、こうやって公式写真出てきているので、まあ、おそらく10月24日に発売されると思うんですけどね。僕らも長いこと追いかけてきましたよね。そうですね。8ヶ月ぐらいですかね。そうですね。はい、まあ、やっと出てるのかなっていう。あ、そうですね。はい。はい、まあ、こちらですが、まあ、日本のスニーカーズの方には来てないんですけど、はい、10月24日の部分がなんか空いてる感じがするんですよ。他の日程だけ出てるんですよ。追加で、まあ、はい、いろいろ今月リリースされるスニーカーがあるんですけど、はい、それがね、今月のリリースされる後半のカレンダーの方で喋りたいなと思うので、はい、まあ、その話はちょっと後に取っておこうと思ってるんですけど、はい、まあ、24日のね、とこっておそらく来るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。はい、まあ、24日に来るということは、はい、もし可能性があるとしたら、2日前に、はい、スニーパーしてくるのかな。かなって感じですよね。感じですよね。はい、だから最近ちょっと時間帯がよく分かんない、フェイントかけられた時間帯になることが多い。そうですよね。ちょっとね、なんか後から気がつくことの方が多いですよね。2日前と1日前ってことは、だいたい22と23ぐらいですかね。はい、木曜日と金曜日ですか。はい、平日ですね。そうですね。はい、まあ、発売がね、10月24日土曜日なんで、元通りになるならば、まあ、抽選になると思うんですけど、はい、まあ、抽選だとね、まあ、土曜日の朝ということで、まあ、まあ、いろんな方が参加しやすいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。はい、まあ、スニーカーズに来たら、まあ、またこちらの方で、そうですね、お話したいなと思うんですけども。はい、まあ、そのタイミングで、まあ、海外のね、抽選情報とか、はい、あ、そうですね。はい、まあ、エンドとかね、絶対発売すると思うので。どんな値段にするんでしょうね。そう、わかんないですけど。エンドとかちょっと高めの設定じゃないですか。そうですね。はい。まあ、このあたりもね、また詳細出てきましたら、まあ、抽選情報とかも合わせてお伝えできたらなと思いますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、続いてですね、はい、同じく、ホワイトになるんですけども、はい、はい、こちらの方が、はい、ナイキエアズームテンポネクストですね、はい。以前、はい、こちらの方ね、ご紹介したんですけど、はい、このブラックのタイプね、ちょっと覚えてらっしゃる方いると思うんですけど、はい、このスパイクがすごくて、まあ、ヒールがね、すごく高い、はい、ものがあったんですけど、これ手書きで書いたような数種の白が入ってるデザインのものがあったんですけど、はいはい、これね、他にね、2色出るって言ってたんですけど、はい、実物のね、投稿がありまして、まあ、シューレースは通してないんですけど、このようにホワイトのタイプと、はい、あともう一つピンクのようなカラーのものが出てきてまして、そうですね、はい、まあ、これシューレース通してないんで、まあ、イメージがちょっと掴みにくいかもしれないんですけど、はい、まあ、このような形で来てましたね、はい。この3足なんですけど、一応今年のね、フォールっていう風になってたんで、あ、そうなんですね。はい、おそらく今年後半、まあまあ残り少ないですけど、はい、リリースされるんじゃないかって言われてるんですけどね。はい、なるほど。まあ、それに合わせて実物できたんですけど、はい、まあこれちょっとね、
服装ちょっとね、大変ですよね、これね。難しそうな感じでしょ、はい、以前ブラックご紹介した時に、これちょっと難しそうだなって話してたんですけど、はい、まあそのね、タイプのホワイトと、まあ、ピンクができたっていうことなんですけど、まあ、これアウトソールもかなりの肉厚ですもんね。そうですね、履いたらちょっと背高くなるんじゃないかと、ね、かなり背が高くなりそうですよね、はい、これでもなんか年内に発売本当にするのかなってちょっと思うんですけど、ね、あのホワイトのコラボものって結構発表とかあってから伸びたりとか、はい、ですよね、はい、延期すること多くないですか。あのデザイナーのバージュラブロー自身がカミングスーンって言ってる割には2、3ヶ月ぐらい空いたことが1回ありましたからね。ありましたよね、はい、そどういう意味なんやろっていう意味のそうです。まあ、あのこの中だとこの色が一番好みですか、はい、あブラックですかね、やっぱり。そうですね、はい、まあ、僕もブラックのとこの緑の部分もいいなと思う、はい、ただスーシの形は本当にこの通りなんですかね。あのペイント柄というか、はい、なんかサンプルでまだちょっとなんていうんですかね、あのちゃんと定まってないっていうか、なんかもうちょっと綺麗に描いてほしいなっていうのがあるんですけどね。なんか個体差が激しそうですね。そうですよね、はい、はあ、まあ、僕この白とオレンジのやつもいいなと思いますけどね、はい、はあ、まあ、あの今回、まあ、動画見られてる方で、はい、自分この色好きだなというのがあればまたコメント欄に、ね、まあ、ね、はい、はい、書いていただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。ぜひお願いします。あの続きまして、はい、ナイキ SB ダンクローの、 あのウィートモカなんですけども、はい、まあ、あのこの間ね、僕はあの、ね、ウィートで言うとあのエアホースです、ね、はい、エアホース買ったばっかりなんですけども、はい、まあ、SB ダンクローの情報も出てきた。そうですね。まあ、ウィントの、はい、カラー落とし込んでるナイキ SB ダンクが出てきてたんですけど、はい、これね、持ってる方の投稿で、別にあの、公式の写真とか、ナイキ経由からっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、このように出てきてまして、一応ね、なんか年内に発売するようなものが出たんですけど。ああ、そうなんですね。はい。まあ、全体的にデザインっていうのは、まあ、ステードが使われてまして、はい、まあ、ガムソールと、その、ボディのステードとガムソールの間のサイドソールが、うん、なんかチョコレートのような、チョコレートブラウンっていうんですかね、はい、の、なんかサンドしてあるような、なまあ、サイドソールになってるんですけど、うん、はい、これシンプルにでもあれですよね、茶色と、このウィートのいわゆる小麦のような色だけで作られてますよね。そうですね。はい、単目のとこ見てもらいたいんですけど、はい、ほぼ同色のような形で作られてるので、はい、はい、はい。あと、シューレースの柄も一緒なんで、はい、はい、まあ、このシューレースがね、デフォルトでこれになってると思うんですけど、うん、他にどういった柄がつけるかどうかっていうのは、まだ持ってる方は投稿してくれてないんで、はい、まだ判明はしてないんですけど、今のところこういう形で着てまして、はい、これブラックのパンツに絶対合いますよね。合いますね。はい。これちょっと狙いたいんですけどね。はい。ウィート今年に2足目か、ちょっとどうしようかなって言ってましたね。あ、そうですね。でもまだこの、あの、見た目のね、ボディがちょっと違うので。まあまあまあ、はい、ね。これはこれでかっこいいなと思うんですけどね。はい。これはまたあれなんですか、発売時期が分かってるんですか。まあ、一応年内らしいんですけど、はいはい、何月になるっていうのは出てなかったんですよ、ね。はい、はい。ちょっと2020に書いてたんで。今年なんですね、それは、ね。ですかね。はい。まあ、これね、夏に発売するときは、ウィートのカラーっていうのは大体ね、秋節とか、冬っていう感じなんで。そうですね。はい。おそらく今年、月もそんなに残ってないと言いますか、はい、はい、まあ、いきなりなんかいきなり情報が出てくるんじゃないですかね。ナイキ SB で最近ね、いきなりなんか売られること多いじゃないですか。そうですね、なんで、はい、はい、まあ、売られるとしたらまた SB 系のショップで売られると思うんですけど、はい、まだその辺まだ情報が分かれば、はい、はい、こちらご紹介したいと思うんですけども、はい、はい、はい、あの続いて小ネタになるんですかね。そうですね、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、これね、トラビス・スコットが、自身の子供と一緒に投稿されてた、インスタグラムの画像があったんですけど、はい、これね、まず、まあ、今回のこの格好っていうのはパンツのはね、まあ、見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、クロムハーツと、はい、最近ドレグとかもね、こういった、革のクロスの、パッチワークが付けられているパンツを、ね、よく履いてるんですけど、うん、まあ、トラビス・スコットもね、そのパンツを履いてまして、はい、まあ、トラビス・スコットはね、あの、マクドでアルバイトをしてた時に、はい、クロムハーツのね、チェーンを付けてましたね。付けてたんで、まあ、クロムハーツ多分好きなんだなって思うんですけど、うん、この足元を見てもらいたいんですけど、このピンクの、ナイキ SB ダンクなんですけど、これ、はい、ナイキ SB ダンクチューシーっていうモデルで、はい、まあ、2005年に発売されたものなんですけど、これがね、彼が履いたことによって、ちょっと見てもらいたいんですけど、ストック X の値段がね、ドーンって上がってるんですよ。あ、そうなんですか。1000ドルぐらい上がってるんですよ。はい、で、今日ストック X のこの靴の値段見たんですけど、はい、1000ドル分ぐらいまだ下がってたんで、そうなんです。彼が履いたことによって一瞬上がってたんですけど、ただね、なんか、ちゃんと詳しくは見てないんですけど、1000ドル分ぐらい上がった時に一回取引されてる感じだったんですけどね。ああ、そうなんですか。その後なんかまた1000ドル分ぐらいです。これサイズによって値段変わるじゃないですか。はい、なんですけど、まあなんかそんな風になってたんですよ。まあ履いたことに値段が上がったっていうような、このようなインスタグラムの投稿があったんで、ちょっと面白かったんでご紹介したんですけど。はい、またこの、 あの色合いっていうのはなんかトラビス・スコットのイメージ合いますよね。合いますよね。はい。アースカラス。いや、これ15年ぐらい前のモデルですもんね。ああ、そうですよね。はい。最近ナイキ SB ダンク履くこと多いですよね。あ、そうですね。はい。
まあ、今回すごいなと思ったのが、履いてるパンツの、はい、あのピンクと合わせてましたね。合わせてるというか、合わせてました、ね、合わせるんですけど、よくこの組み合わせでうまいことマッチしたやつがあったなという驚きがちょっとありますよね。はい、まあ、あの T シャツの方もね、はい、あの文字の方はあのピンクの文字なんで、はい、うまいことコーディネートしてるなって。これなんかブラウンのカラーにこういったビビットピンクを合わせるのって結構いいですよね。ね、はい、そうですね、かっこいいですよね。はい、まあ、こういう合わせ方ほぼ全身で似たトーンで、まあ、コーディネートしてるんですけど、はい、かっこいいですよね。はい、はい、はい、あの今回あの冒頭で、はい、あのお伝えしたあのエアージョーダンハイとオフホワイトのコラボ、まあ、これがねあの10月の24日じゃないかというところなんですけども、はい、まあ、あの期待を込めてちょっと待って、はい、あの情報の方が出てきましたらまたあのスニーカーっていうのも、ね、ね、あの情報だったりとか、はい、あと抽選情報っていうのが出てきたタイミングで多分いろんなところに抽選する来るでしょうね、はい、でいろんなところに僕ら多分申し込むと思いますね。アパレルも多分出てくる。あ、そうですね、いろいろね、はい、はい、まあ、なんか楽しみだなというところですよね。はい、またあのこのあたり詳細分かりましたら動画の方でお伝えしていきますので、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイングレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.